はい、マッチを良くすると、ホスヤヒダキでございます。日時はですね、2020年12月の今日はですね、もう28日深夜早朝、パトロール中でございます。大変なことが起きました。事故ですね、事故。青梅市ですね、某所なんですけれども、事故が起きております。はい、タクシーですね、タクシーの事故でございます。どうしちゃったんでしょうかね。今消防隊というかね、今救急隊が来たんですけれども、救急隊の方にですね、救急車の方に、搬送されてますね。はい、救急車の方にですね、ドライバーさんと思われる方、搬送されておりますね。はい、救急隊の方がですね、今、車の方をですね、確認している次第でございますね。はい、救急隊の方がですね、今車の車両の方をですね、確認しているみたいですね。はい、何でしょうか、何かあったんでしょうか。もうブロック塀の方にですね、ぶつかっているような感じですよね。車両のね、下の方も何か調べておりますね。救急隊の方が何か、車両のですね、下の方でですね、調べております。何か引いたんでしょうか。よくわかりません。まだ警察の方もね、来ていないんで、現場検証等は、されていないんですけれども。映像ではね、ちょっと分かりづらいんですけども、車体がちょっと傾いているんですね、左の方に。ひょっとしたらですね、左の前のタイヤ、バーストしている可能性がありますね。はい。